こんにちは、キビ先生です。ヒカちゃんです。よろしくお願いします。さて、今日は今のあなたに必要な医療情報をお届けするドクターチューンのコーナーというのをやっていきたいと思うんですけども、はい、今日のテーマはね、はい、風邪。わかる？風邪って言われるとさ、はい、ね、いつも風邪ひきましたってなるんだけど、うん、じゃあ具体的に風邪ってマジこんなもんっていうのをきちんと分かってますからね。分かってますよ。10秒で説明して。熱が出る、鼻水が出る、咳が出る、喉が痛い、なんかだるい、うん、それは風邪。それ他の病気でもなるよね。じゃあ風邪って漢字で書くと、うん、風邪にじゃって書くじゃん。風邪にじゃ、これから紐解いてみましょう、うん、まずね、風邪っていうのは、うん、自分の体の外側を吹いてるじゃないですか、うん、だから、ね、実はね、風邪っていうのの風っていうのは体の外っていう、うん、体の外で、じゃっていうのは病気っていう意味ね。あ、病気、うん、だから体の外から何か病気が入ってきたら全部風邪です。はい、分かった、うん、分かってねえだろ。分かってないね。風邪イコール外、うん、じゃイコール病気、通の病気、外から入ってきた病気は全部風邪。風邪、自分の中から湧き出たものはこれ風邪って言いません、うん、自分の中から湧き出た、例えばガンとか風邪って言わないでしょ。ガン、うん、ガンだよね。それからもともと持ってる喘息とか体質の病気とかっていうのは風邪って言わないでしょ、うん、でも外から例えばウイルスが入ってきて熱が出た、これ風邪だよね、うん、だから結局外から何か入ってきて熱が出る、咳が出るとかは全部風邪になります。全部風邪、全部風邪。だからインフルエンザは風邪ですかっていうと、じゃあ、はい、風邪、うん、でしょ、はい、外から入ってきてるから、インフルエンザウイルスが、うん、そういうことです。インフルエンザはインフルエンザだと思ってました、ね、じゃあインフルエンザですか風邪ですかってよく言うけど、うん、これちょっとおかしくて、うん、風邪です。そうです、風邪なんです。外から入ってきたものは風邪。じゃあ溶連菌は風邪です。そう、外から溶連菌っていうものが入ってきて熱が出て喉が痛くなってるから風邪です、うん、っていうことですわ。おお、なるほどね。理解した。はい。じゃあまあ風邪をひきましたと、うん、そしたら熱が出るよね、うん、熱って何のかな。自分的には、まあ自分的にはいいですよ、いいですよ。7度1分あったら7度1分まだ微妙なところですね、うん、もうね、熱えらい、うん、それその数字見ただけでもしんどい、うわっ。定義としては一応7度5分以上がまあ発熱、うん、まあ8度以上高熱、うん、っていうのがまあ一般的、うん、でもね、まあいろんなガイドラインがあって、アメリカとかは体温計口で挟んでね、うんうん、8度3分以上出てやっと発熱っていう、さまざまですわ。じゃあさっき言ったみたいに7度1分はってなるじゃん、うんうん、7度1分を熱ってしてるところは、世界中にありません。でも7度1でも痛しいんですよ。痛しいでしょ。もともとのね、体温が低いとかだったら、うん、熱っぽくなっちゃうっていうことも、まあ、言うと思うんですけど、一応、うんうん、定義としてはそれは熱で、熱にならないんですか。特に子供は、うん、夕方とかに熱測ると7度3とかね、結構あるから、うん、元気な子も、元気な子も結構高めなんですよ。だからね、むしろ熱ってもともと高めの方が抵抗力あるしさ、うん、なんかテレビでね、テレビでさ、うん、基礎体温が高い方がいいんだよね、うん、ひかちゃんはもともと大体どれ何度ぐらいなの。5度8とか。あ、5度8低いね。5度9とか低いね、うん、あ、じゃあ7度ぐらいになるとちょっとしんどいっていうのは分かる。で、数字見ちゃうとね、はいはい、あららららら、もう私としても8度の気分。あ、そう、5度8の人間としてはまあね、でもね、体温実はもうちょっと上げといた方がよくて、僕なんか平均の体温が6度7とか6度6とかありますけど、ね、高めなんですよ、うん、高い方が基本的には元気です、うん、ウイルスとかと戦うためにはですね、体温高い方がよくて、うん、だから熱が出た時にさ、うん、ガーッ8度とか30度まで上がるのは、うんうん、入ってきたウイルスとかああいう病気と戦うために体温を上げてますからね、うん、基礎体温高い方がいいんですよ、じゃあ基礎体温、ちょっとここで豆知識だけど、はい、基礎体温が低い人と基礎体温が高い人がいるよね、はい、これどういう違いで言われてると思う。違い、うーん、運動。あ、運動ね、これもある。そういう質問ですか。そうそうそう、そうですよ、運動。汗。お、汗が何吹き出す汗かきやすい人。汗かきやすい人は基礎体温が高い。あ、いいことね、その通り。汗が出にくい人は低い。低い、お、これ正しい、はい。まあ一応考えたんですよ。そうですね、まああとは食べてるものとか、まあ、冷たいものばっかり食べてるから、ね、ああそうだ、アイスクリーム食べてる、それは下がるでしょ。粉ばっかり食べてると下がります。あと筋肉の量とかね。え、筋肉量が高い方が代謝が高いんで、うん、脂肪が多いと基礎体温は下がりますね、うん、で食べ物とか筋肉量とかっていうのもあるけど、やっぱ体質的なものもあって、さっきねひかちゃんいいこと言って、汗っていうのって言いましたよね、うん、これね、実はね、汗かく汗腺っていうのがあるじゃん、汗かく穴みたいなね、皮膚のっていうのが育つのは2歳ぐらいまでって言われてます。え、
はね。2歳2歳ぐらいまで。だから2歳ぐらいまでの間に外に出てめっちゃ汗かくとか、うん、っていうした子の方が汗腺が育って汗かきやすい、うん、で汗かけるってことは体温がガーッと上がっても汗かいて発散できるじゃん、うん、でも育ってない子、汗腺が育って最近は特に外に出ないようにとかね、かわいいかわいいで育てられているような子とかは、で家の中に行ったりする大切に育てられすぎると汗腺が育たなくて汗が出にくい、汗が出にくいってことは体温高めた時に熱こもっちゃうじゃん、自分に。だから例えば風邪をひいて熱が出ました、って言った時に汗かいて下げることができないよね、ってことはまずいじゃん、ま、熱こもったらまずい、だから基礎体温を下げようっていうことになるわけです、だから自分の中で汗かけないから基礎体温下げとかないと余力がないよね、っていうことで基礎体温下げてる人がいます。わあ、そんな深い話になると思うんだったね、ね、熱一つとってもこういう豆知識があるよ、じゃあね、風邪の症状、まあ今熱の子供言ったけど、他にはどんな症状がありますかね。やっぱ鼻水、鼻水、咳、咳、喉が痛い、喉が痛い、なんか頭が痛い、頭が痛い、それくらいですかね。いっぱいあります。あとはお腹もでしょ、鼻が痛い、お腹が痛いのも風邪、風邪あれは腸管房ですよ。腸管房っていうのはね、まあここ鳥取県ですけど、鳥取県と島根県の一部でしか言わないから、腸管房って意味わからんと思いますよ。腸管房ってね、腸の、胃腸の腸ね、胃腸の腸に管房って書きます。管房ってもしや風邪って字ですか。風っていう、風邪の意味の管房ね。じゃあ風邪ですね。風邪イコール管房、これはまあ一般的ですよね、で腸の管房で腸管房、腸風邪って言ってると一緒。あ、そうだった、初回に割れとったわ、外から入ってくるやつは。そう、外から入ってくるのは風邪です。だから全部風邪です、一応もそう、で、よくね、風邪は風邪でいいんですけど、腸管房、胃腸風邪、胃腸炎、どれですかってよく言われるんだけど、全部一緒ないんですよ。でしょ、要はお腹の風邪、風邪ひいてウイルスが入ってきてお腹が、まあ、痛んだら炎症が来るじゃん、胃腸に炎症が来るよね、だから胃腸炎と、いうわけです。それを腸管房とも言うし、腸管房とも言う、外から入ってきたものになるから、腸の風邪、胃腸風邪っていうのも合ってるし、風邪イコール管房だから腸管房っていう、でもイコール同じ意味です。多分これみんな知らないですよ。知らんかな、ね、こういうことなんですよ。腸管房は腸管房ですもん。だから風邪ですか、例えば気管支炎ですかってよく聞かれるけど、風邪による気管支炎、あ、それが原因となって起きてる、気管支炎が起きたらそれは気管支炎です、風邪の、風邪による気管支炎、喉が痛いのは喉風邪ですかとかね、咽頭炎ですかって言われるけど、結局風邪でウイルスが入ってきて喉に炎症が来たらそれは咽頭炎だよと、喉風邪よ、同じ意味イコール、だからそこポイントね、今結構わかりました。スッと入った、スッと入った、やっと入った、やっと入ってきた、やっと風邪について一人分かってきました、入ってきたでしょ、じゃあね、風邪ひいた時に、じゃあ一般的にどんな経過をたどるか、これを知っとくといいじゃないですか。もうすごい、最初にまず熱が出ますわ、はい、ね、最初に、あ、まあ咳とか鼻とかそういうのからスタートする場合もあるけど、じゃあ熱の経過だけとりあえずまずピックアップしますか、ね、はい、熱、はい、出ました、出た、よくね言われるんですよ、急に熱が出たんです、急に出るもんです、あ、はい、急に出るもんですよね、はい、ね、何かウイルスが入ってきまして、そいつらがまあこう増えて体の中で暴れ出して、でなるとまず熱がポンと、まあ9度とか40度とか出ます、じゃあ何日ぐらい続きますか、普通は。普通は、まあ、経験的にどう、私は1日寝たら下がります。1日寝たら下がる、じゃあ結構丈夫な方ですね、1日下がればまあ楽、普通は大体 2、3日、逆に言うと 2、3 日続いてもビビらなくていいよっていうことです、あ、なるほど、あ、それくらいは、それくらいは、まあ、一般的に続きます。ものによってはね、もっと続くものもあります。例えばインフルエンザとかほっとくと5日ぐらい高熱出ることもあるし、よくあるプール熱とかね、プール熱っていうのはアデノウイルスっていうウイルスだけど、こういうのも40度5日ぐらい出ます、ただ一般的には大体、まあ、2、3日、はい、2、3日は下がる、大体朝下がるんですよ、起きたらね、起きたら下がってて、あ、治った治った、学校行こうとか職場行こうってなるんだけど、大体昼から上がる、そう、またなんか夕方ぐらいになってね、様子がおかしいな、しんどいな
なってなるでしょ、うん、だから朝熱が下がってたからって言って安心してはいけない。私ですね。大体ね、まあ、丸1日、うん、24時間ぐらい熱がなかったら、あのこの風邪は落ち着いたかなと、うんうん、はい、丸1日熱がなかったら、うん、ちょっと学校行かせようかなとか、あ、なるほど、職場行こうかなっていう方がまあいいのはいいですね、うん、あ、だけど朝こう下がるでしょ、うん、でまた夜上がるじゃん、うん、でまた朝下がって、うん、夜ちょっと上がる、うん、こうピークがだんだんこうジグザグにこう下がっていくのが一番、うん、でここでポイントなのは、はい、3日以上熱が出た時、うん、4日目とか5日目になっても熱がこうずっと続くっていうのは、うん、ほっとっていい風邪のグループなのか、うん、それがこじれてきてるのかっていうことになりますよね、はい、うん、ここがポイントで、うん、こじれてきてるなっていうのは、うん、ただの風邪ではなくなってます。これについてはね、後でね、ちょっとね、詳しくちょっと説明します。詳しく説明しますんで、はい、ちなみにね、うん、風邪ひきましたってなった時の治療法、うん、対処療法、うん、症状に対して薬を出す、うん、熱があったら熱を下げる、うん、咳があったら咳止め、うん、鼻水が出たら鼻水を止める薬、うん、お腹が痛かったら整腸剤、吐き気があったら吐き気止め、こういうのが対処療法で、うん、全然病気に対して治療しないのが分かる。外から入ってきたウイルスをやっつけるのが一番じゃない、うんうん、普通はね、そう、ほったらかしじゃなくて、そうですね、そうなの、うん、こいつのせいで、うん、入ってきたウイルスのせいで、うん、咳が出てるの、うん、このウイルスやっつけたら咳止まるじゃん、うん、でも咳ばっかり止めてウイルスは暴れたような状態、これがいわゆる今の医療なんですよ。わかる？この入ってきてウイルスやっつけたいじゃない、うん、こんな言う薬も実はあります、はい、例えばインフルエンザ、はい、インフルエンザには例えばタミフル、うん、ゾフルーザとか、まあ、いろんな薬があるけど、うん、インフルエンザを攻撃してくれます、うん、これ対処療法ではない、ない。あとはね、ヘルペスグループ、こうできるじゃん、こう、ね、うん、熱の鼻、黄疹ヘルペスやっつける薬があります、うん、水疱瘡とかにもウイルスやっつける薬がある、うん、でもね、まあそんなもんです。え？あとめっちゃいっぱい種類あるけど、うん、なんでですか？なかなかこうウイルス、抗ウイルス薬って作るのがもう難しいですよね。だし自分の免疫で大体こういうものを排除できるので、うん、免疫力を高めてあげるよっていうのが一つのポイント。あ、なるほどね。で結局自力で治すしかないから、うん、お腹がペコペコでね、うん、力が出ないって言ってる時にウイルスに勝てますか？うん、ダメ。勝てないよね、うん、だからいっぱい食べた方がいいわけ。ほう、いっぱい食べた方が食べてもいいわけですね。病気の時はね、病気の時は食べていい、うん、でも、まあ、胃腸もね、弱ってますよね、うん、そんな食いすぎは良くないし、脂っこいことが良くないっていうバランスなんだけど、うん、解熱薬を使った方がいいですか、はい、使わない方がいいですかって質問ってすごいよくあるの、うん、多いですね、うん、多い。ぐったりして、うん、全然食欲が出ない、うん、食欲が出ないから食べないよね、うん、だからまたウイルスが暴れる、うん、だったら熱があって、うん、食欲がないんだったら熱下げる薬を使ってあげよう、はい、熱下げたらちょっと楽になくなる、うん、それが偉いだもん、熱がで、その時に食べようと。あ、なるほどね。もう熱のせいで全然寝られない、うん、熱覚まし、うん、ちょっと下がって楽になったら、うん、いっぱい食べられるんだったら別に使う必要ないよ、うん、40度あってもペロッとしてて、はい、熱の割には元気ですみたいな、うん、いっぱい食べれます、うん、寝られますだったら使わない方が楽、うん、使わなくていい、うん、ただ多分7度5分とかね、うん、7度1分でしょ、うん、7度1分でもしんどくてだるいなってなってると、そこで食べないとか寝られないとかなると、うん、余計体力落ちていくから解熱薬ちょっと使ったり、はい、はい、免疫力を回復するっていうのもまた一ついいかなと思います、はい、ただね、解熱薬使うと、うん、切れた時しんどいんで、あれね、ずっと続くもんじゃないですもんね、6時間ぐらい、うん、結局その病気を治してないんで、うん、6時間ぐらいしたらまあ切れます、はあ、そうか、そう、なるほど、切れると熱がガーって出てくるけど、熱っていうのはこうグッと上がる時がしんどい、えらいですね、なんか寒くなってね、そうグーってて、だからまあ解熱薬使うとしんどい回数はもしかしたら増えるかもしれないと、うん、いうことはまああるけど、頭に入れときながら、ね、うん、バランスとっていただければと思いますね、うん、さあ、はい、風邪ね、うん、まあ、治療法までは分かったけど、たまにこじれます、うん、風邪がこじれたとかってよく言うじゃん、言います、うん、ここはポイントで、うん、3日以上熱が出るとこじれてるかもなと思っているんです、はい、うん、でここで重要なのが血液検査、採血、何を見てるかだよね、ちょっと難しい話になっちゃうんだけど、うん、この採血するとまず一つ分かるのはね、白血球っていうのを我々は見てます、はい、白血球っていうのはバイ菌とか、うん、まあ、ウイルスとかと戦ってくれるもので体の中で増えたりです。この量がもう体の中でむちゃくちゃ増えてると、なんか一生懸命戦ってる感じじゃない、
あ、なるほどね、うん、戦うやつが増えてると、白血球の数がむちゃめちゃ増えてたら、うん、なんかすごい敵が入って、うん、普通の状態ではいつも通りの白血球の数では太刀打ちできないから、はいはいはい、めっちゃ増やすっていう、あ、なるほどね、状態でございます。戦だね、戦戦ってやつね、まさにそれを今描きました、描きました、はい、そうそう、だからこの白血球っていうのの数を見る、うんうん、あとよく見るのは CRP っていう、ちょっと難しいけど CRP っていうものがあって、この CRP は炎症の値です、うん、だから体の中にまあどこでもだけど炎症があると分かってくるよと、うんうん、だからね、CRP も値によって違うんだけど、正常 0.3 ぐらいまでです、はい、風邪ひいてで1か2ぐらいまで上がります、はい、でこじれてくると5とか10とか、うん、ガンガン上がってきます、うん、分かる？正常 0.3 のが5とか10とかやばい、すごいですね。じゃあ何で上がってくるかっていうと、うん、ウイルス感染っていうのが風邪のほとんどです、はい、ウイルスがね、9割ぐらいはもうほとんどウイルス、うん、ウイルスに対しての治療薬が先というのはあんまりありません、うん、ウイルスがかかって体が弱ると今度何が登場するかっていうと細菌でございます。わ、バイ菌ちゃんが、バイ菌が上がりだします。結局ウイルスプラス細菌、うん、これね似たようなもんだとみんな思ってるけど、うん、全然違いますんで、うん、ウイルスがね、うん、これぐらいの大きさだとしたら細菌はこれぐらいの大きさ、でかいボスですねボスっていうかね、全然違うものですね、うんうん、だからその細菌とウイルスは混同しない方がよくて、まあ、ウイルスでスタートしたあとで細菌が登場します、うん、でこの細菌っていうものが大暴れすると、そういうこと本当に海が溜まるような肺炎だったり、中耳炎になって海がドロドロ出る、だから扁桃腺にこう海がね、海っていうのは細菌の塊みたいなものですんで、ウイルスによって体が弱って細菌が暴れます。でここで登場するのが細菌に対しての治療薬、それはあるんですか？抗生物質でございます。よく聞きますね。よく聞くでしょ、抗生物質、抗生剤ね、抗生剤、通称抗生剤、うん、今はなるべく抗菌薬っていう単語を使おうって言われてます。あ、同じ意味ですか？抗生物質だと生物をやっつけるみたいな意味に聞こえるじゃん、うんうん、抗生剤もそうだよね、なんか生物全部やっつけますみたいな気がするじゃん、うん、でも抗菌薬だと菌に対抗する薬っていうイメージが湧きますね、うん、だから抗菌薬っていうのを最近は使おうねっていうふうに言われてますね、はい、抗菌薬は、うんね、細菌の殻とかのね、うん、よっしゃってやっぱり崩壊させるような薬ってございます。すごいですね。じゃあ抗菌薬使うのって熱が出て3日目とか4日目とかに血液検査をして、うん、それとか白血球が上がってるとか、うん、CRP が上がってるってなって抗菌薬使った方がいい気がするでしょ、うん、だってウイルスに抗菌薬効かないんだもん。飲んでも意味ないんですね。意味ないんです。ここがポイントでね、うん、最初からね分かんないから飲んでたらいいじゃんとか思う、うんうん、どうせ後でこじれるなら飲んでたらいいじゃんと思うんだけど、ね、抗菌薬ってね実は結構副作用があるんですよ、うん、どんな副作用かっていうと、うん、毒要素がちょっとあるんですよ。人体にとってもそんなに別にいいものではない、うん、優しいものではなくて、うん、肝臓っていうところでね、はい、解毒されて、うん、体の外から出ていくんだけど、うん、この解毒するために肝臓にちょっと負担がかかります、うん、だただでさえさウイルス感染で弱ってて肝臓も下手ってるのに、うん、イラン抗菌薬飲んで、うん、肝臓が余計働くと辛くなってる、かわいそうじゃない、うん、肝臓がね。あとはね、はい、抗菌薬飲むと、うん、お腹が下りやすいです。なんでかっていうと、お腹の中にはね、いっぱい菌がいるんです、うん、この菌が抗菌薬飲むと死にます、うん、で、お腹の中の菌たちの、うん、このいい善玉菌たちのバランスで実は免疫って7割ぐらい作られてます、うん、だからウイルスと戦うために自分の免疫が必要でしょ、うん、胃腸に頑張ってもらわないとダメなわけ、うん、でもそこの胃腸にいる善玉菌たちを抗菌薬飲んだらやっつけるっていう、うん、何やっとんねんでしょ、ダメよ。だから最初から抗菌薬飲んだらそうだから、うん、必要な時に、うん、必要なタイミングで、うん、抗菌薬飲むと。とりあえず最初から風邪ひいた抗菌薬ダメなんですよ。ダメですね。いや、善玉菌がやられるの？そうよ。嫌でしょ。それはあのうんち的なものは大丈夫ですか？だって下痢になる。そういうこと。そういうこと。やばいです。繋がりました。繋がりました。うん。思い当たるでしょ。思い当たる。思い当たる節あったでしょ。あった。あ、そうそうそう。そういうことでございますわ。じゃあね、風邪どうやって防ぐか、そこに行ってみましょう、うん。簡単な話ですね。よくくしゃみとか、咳とか。咳。いわゆる飛沫感染ですね。これがまあメイン。その他にも、外から入ってきたら何でも風邪なんで、手について、舐めた、いわゆる接触感染みたいなものの風邪の一つだし、あと、糞行感染って言って、糞が口に入って、嫌な感じでしょ。そんなことありますね。あります、あります。
先生あるんですか。いや本当だ、うんちを食べたりはしないよ。でも例えばちっちゃい子がおむつからうんち漏れてたりしますが、あですね、例えば有名な胃腸炎がロタウイルス、ノロウイルスとかね、そういうので下痢の中にちょっとウイルスが混ざってると、その子はさっきまでそこ座ってました、はい、でも儲かんないね、今いないから、うん、しかも見た目結構綺麗、うん、そこに手つきました、ポン、うん、サンドイッチをつかみました、ほい、食べました、はい、何匹か入ったよね、今ウイルス入りました、何匹か、じゃあで、こういうのを便が口に入っているから、うん、少量にしよう、せよ入っているから、はい、運行感染嫌でしょ、胃腸風邪とかは全部それで映ってるな、はい、しっかり手を洗いましょうね、手を洗えばいいですね、うん、手洗ったらその食べる前とかね、そうそうそう、口に、はあ、しっかりねこれ洗ったらいいよと、はあ、またね予防法について最後にねまとめてみようと思うんですけども、はい、でそういう風にして映ってくれると、うん、結局体の中に体の外からなんかウイルスみたいなのが入ってきたらダメよと、ダメ、またブロックということになりますね、うん、はい、じゃあね潜伏期っていうのがあって、うん、体の中に入ってきました、うん、いつ病気として発症するかですよ、おー難しいですね、難しい、じゃあ例えばインフルエンザの潜伏期は何日でしょう、2日、おーいいことですねまあ多くは大体2日ぐらい、すごいね、インフルエンザ早いんですよ、うん、もっと言うと1日から7日って言われてる、うん、結構幅がある、うん、長いやつだとね水疱瘡とかは10日から2週間ぐらいかかる、うん、ウイルスによってまちまちなの、うん、昨日調子悪い人と出会って、うん、すぐ発症すると思ってる人もいるけど、うん、ほんとしばらく経って忘れた頃に発症することもあるんで、うん、2週間経ってたらさもう分かんない、分かんない、こういうこともあるんで注意しようっていうかね、そういうもんだよということを認識しておいてもらったかなと思いますね、はい、次、すごくね、すごく家庭の中に入っているような話をしようと思うんだけど、はいはい、風邪ひいた時に、うん、お風呂に入っていいですかってめっちゃよく聞かれるの、うん、はい、入ります、お、あ、風邪ひいて熱ある時、あー、ま、入るかな、入る、リフレッシュっていうか、そう、ひかちゃんが言ってたように入っていいです、風邪ひいて、うん、すげーしんどいって、うん、なんかこう、変な汗かいて、うん、ベトベトしてね、そう、ベタベタしてる時とかに、うん、熟睡しようと思ってもなかなか難しいでしょ、うん、なんかね、嫌でしょ、うん、もぞもぞしてね、ね、足臭いのにさ、え、あの、嫌じゃん、寝るの、例えばの話です、例えばの話、はいはい、だからしっかりリフレッシュして気持ちよいい状態で寝るっていうのが、うん、まあ、体力回復の一つかなと思う、うん、ただお風呂に入って、うん、例えば熱があるのに、うん、めっちゃ熱いお風呂に長く入ったら、うん、熱こもりすぎるでしょ、うん、それはねこれは良くないよね、うん、のぼせてしまうわ、そうのぼせちゃいます、逆に、うん、ちょっとぬるま湯がいいって言ってぬるすぎるのに入って、うん、冷えしてしまうと、冷えるとまたそれは良くないでしょ、うん、そういうことなんですよ、難しいな、 でもお風呂に入るとあとはね、うん、こう汗かくから水気が減るよね、うん、脱水になるんですよ、うん、ね、だから水分をしっかりお風呂から上がったらしっかり水分を取る、はい、これも重要、じゃあ入ってもいいんですね、入っていいです、もともとね絶対入っちゃダメだよって言われてた、うん、それが理由があるんだけど、うん、まあね、昔の話です、江戸時代とか、あらら、うん、だから外っていうかさ、うん、もうなんか近所、銭湯しかないじゃん、家の中に風呂ない時代ですわ、江戸の人は、江戸の人とかもうすごいしんどい状態でね、風邪ひいててわざわざそこまで風呂入りに行って外歩いてで、また外歩いて帰ってくるでしょ、うん、そう冷えますかそうはねで、ここが由来です、風呂入っちゃダメよ、だから家にね、まあ、風呂がある人が 今は多いと思うんで、うん、シャワーでもいいですけど、うん、まあ、さっと浴びて、うん、ポカポカしすぎず、上がった後はちゃんと水分取ってもらって、うん、でゆっくり休むっていうのは風呂入ってもいいんじゃないでしょうかね、なるほど、あと学校とか職場はいつから行けるのって、うん、まあ、よく聞かれます、うん、これはねウイルスによっていつまでこう移るかによるんだけど、うんうん、まあ、一般的な風邪は熱が下がって24時間以上経ったら行ってよし、はい、っていうのが一般的でございます、はい、ただねちょっともうちょっと間開けようよっていうのがインフルエンザ、インフルエンザはね、うん、発症から5日プラス熱が下がって2日、はい、っていうのが、まあ、条件だったり、うん、プール熱アデノウイルスも大体その熱が下がって2日休みましょうってなって、うん、まあ、こういうふうにものにもよるんだけど、うん、まあ、大体その24時間から48時間ぐらい様子見て外に出歩いてあげると熱しにくいよ、なるほど、いうことになります、はい、あとね、うん、こんだけ話してくると、うん、風邪ひきたくないじゃん、うん、なんかもうね嫌でしょ、複雑だわ複雑、まあ、いろんなこと考えなきゃいけないし、うん、なので風邪ひかないためにできること、それが一番ですね、重要、風邪ひかないのが一番ですからね、うん、まずうがい、うがい、手洗い、手洗い、マスク、マスク、
換気。換気。これがまあ簡単なことですね。結局体の外から物が入ってこなかったらいいんで、うん、手洗うじゃん。うん、長い、いなくなる、ね。いなくなった手に。喉でうじゃうじゃ、あ、繁殖しそうだ。カカカカと。はい。いなくなったよね。うん、あとマスクしとくと物理的にこう入ってこないじゃん、うん、あと換気だね。ああなるほどね。ひかちゃんが風邪ひいてクシャンとかしたらこの辺に飛沫が残りますわ。クシャンクシャンクシャン。でも風が吹いてたらふわーっと感じて、うん、どっか消えていっちゃうから結局換気とかも重要ということになりますね、うん、あとは食事ね、まあ、冷たいものばっかり食べてると、うん、胃腸が冷えるよね、うん、胃腸が冷えると胃腸の中に善玉菌たちが冷えます、うん、はい、あの子たちも冷えるんですか。元気がなくなります、はい、そうすると免疫が落ちる、風邪を吹きやすくなってしまう。ね、お腹冷えるのはだから良くない。良くない。温めた方がいいね、はい、あとはまあそのバランスが悪い食事ばっかり、例えば脂っこいものばっかり取ってると油が腸の中が油でギトギトになりますよ。そしたら善玉菌たちは元気がなくなるよね、うん、免疫力落ちる、風邪ひくですもん、ね、うん、だから脂っこいものもあんま良くない、うん、分かってきたでしょ。分かりました。分かってきたら、うん、そうそうそう、そういうことです、うん、例えば便秘もそうだよ、うん、便秘になってるとお腹の中にまあ便がいっぱい溜まってて、うん、体に必要ないもんね。あ、まあ、本来出すものですからね。出さなきゃいけないような状態になってて、もう本当は出てほしい体としてはね、うん、がずっとお腹の中にあると、うん、やっぱり腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスが悪い、風邪ひきやすく、うん、便秘でもだから免疫落ちる。へー。あとはね、はい、運動ですね、はい、やっぱ適度な運動はしないとダメ、うんうん、はい、うん、運動すると免疫力が上がりますね、うん、だからよく寝る、睡眠、うん、やっぱ寝ましょう、はい、だからあと笑う、笑う得意だね。よく笑いました。笑いました結局笑うとね本当に免疫力上がるんですよ、はい、だからひかちゃんは基本的には体温がちょっと低めで、うん、適当なものを大体食べてて、アイスクリームばっかし、アイスクリームよく食べてらっしゃる、うん、寝るのはよく寝てるのかな。だいぶだいぶ寝てるね、うん、だからそこもバランスです。あ、ちょうどい危ないけど見ないかもしれないですね。あとね、いつもニコニコワイワイギャーギャー笑ってるんですよ。だからこのね、うん、笑うストレスをギャーギャーストレスがない状態っていうのはあのいいです。免疫力上げますので風邪もひきにくいっていうことでございますね。はい、大体わかりました。風邪について、はい、理解できた。できました。まあ、たまにはねしっかり真面目にいいじゃないですか。医学の話するのもね、うん、勉強になりました。今回は皆さんはどうだったでしょうか、はい、このようにですね、ゆうび先生やるひかチャンネルでは日常の医学的な疑問、健康に関する豆知識、さらにね元気になる方法ね、なども笑って学べる動画を配信しておりますので、はい、ぜひねこれからもどんどん配信していきますので、チャンネル登録の方お願いします。お願いいたします。いいねもお願いします。基礎体温が低い人と高い人がいるよね、うん、これどういう違いで言われてると思う。違い違い生活の生活のかな、うん、ピーポーだった。すごいピーポーだったね、うん、もう一回質問からせーの。何の質問だったっけピーポーかなって聞こえちゃった。ちなみにその